ではこの時間はですね、浦部博司様よりワードプレスで行う継続的インテグレーション入門編ということで、プラグインの開発講習時刻から、学んだことについてお話していただきます。それでは浦部さん、お願いいたします。はい、じゃあ話せばいいのかな。じゃあよろしくお願いします。まあ、書いてある通り、継続的インテグレーション入門編ということで、プラグイン開発、やってて、辛かった話から、そこからどうやって頑張ってそこから抜け出したかみたいな話を、僕のちょっと経験からちょっといろいろお話しさせていただければなと思っております。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介。浦部博司、トルニットってハンドルネームで、ツイッターとかやったり、GitHub とかでやったり、いろいろやってます。一応長野県松本での今制作会社に、11月末までいるんですけど、そこで一応、フロントエンドやったりプラグイン作ったりとか、よくある地方の何でも屋みたいな、そんな感じでウェブデザイン時々やったりなんてしてます。で、ざっくり、群馬県出身です。で、一応こんなんですよ、26歳、平成生まれ。やばい、滑った、どうしよう。はい、じゃあ次行きます。で、そんな僕なんですが、せっかくこういう場所で来てるので、ちょっとワードプレスと僕がどんな、ワードプレスで具体的にどういうことをやってるかっていう話をさらっと。で、まず、4.3 コアコントリビューターになりました。4.4 もコアです。拍手。ありがとうございます。意外に、コメント直したりとかでも全然コアコントリビューターになれるんで、全然みんな興味あればやってみればいいんじゃないかななんて思ってますが、その他、プラグインいろいろ作ってます。あとその他、前回 そのワードキャンプ関西でスピーカーをやらせてもらったりとか、あと今日紹介しますけど、WPCLI とかにも名前がこの間ちょっとパッチが回されて名前が載ったりとか、なんか最近 VCCW にのね、巻き込まれたりとか、いろいろ、あと他のプラグインによくプルリクを投げたりとか、そんなことやってます。で、ざっくり、じゃあ僕が、作ってるプラグイン、他にもいろいろあるんですよ。代表的なものが、カスタムポスタイプスマガリンクスっていうプラグインとか、その他もろもろ、最近だと菱川さん その RSCSV インポーターに何でしょう、画像の URL があったらそれをインポートするようなアドオンを作ってみたりとか、そういうことやってますが、今日はこのプラグイン、カスタムポスタイプパーマーリンクスっていうプラグイン、これを開発保守とかしてたちょっと経験からいろいろ学んだことというか、辛かった話を含めていろいろお話しさせていただくかと思います。はい、カスタムポスタイプパーマリンクス、名前の通りカスタム投稿タイプのパーマリンクを管理画面からいじれるようにするプラグインです。で、今日いろいろ調べてみたんですけど、最初に僕が公開したのが2011年の11月2日ということで、本当に、ちょうど丸4年が経つんですけど、その間アクティブインストール5万ダウンロードが16万とちょっと自分でも低いような数字になんかなって、ちょっとびっくりしてるんですが、ちなみにこのプラグインって使ったことあるって人、意外にいる。よかったよかった。一回ね、ワードベンチ長野とかでやったら30人ぐらい集まったんですけど、一人も手が上がらなくて本当に心が折れないと。俺なんでここに立ってるんだろう状態になってるんですけど、よかったよかった。で、これ実はなんですけど、これ初めて作ったプラグインで、初めて作ったプラグインがバズっちゃって、いわゆるプラグイン界のシンデレラボーイなんですよ、私。やばい、滑った、どうしよう、頑張る。心が折れるから頑張るよ。そんなよ、せっかく、なんで、そんな4年前の私がまずどうだった、そのプラグインを初めてファーストリリースをした時の私、どんなかっていうとざっくりこんな感じ。イコール2つとイコール 3つの違いとかよく分かってないし、もうオブジェクト思考ってなんかそれやればかっこいいんでしょみたいな、もうインターフェースとか PHP もありますけど、もうそれってなんか何のためにあれ書くの、なんか無駄じゃんっていうぐらい、要は、コピープログラマー、本当にひどかった。そんななんです。本当に、もうね、ワードプレスがね、知ってるとかそういうんじゃなくて、PHP のどきそが本当に分かってない。最悪、そんなやつがプラグイン作っちゃったもんだから、要望という、要望というような感じで、
まあ、とある人からメールが来て、まあ、デバッグモードで検証しろとか、ノーツ出てるとか、エスケープ全然やってないからやばいよみたいなありがたいお言葉をね、ここで若干なんか小さい笑いを取ろうと思ったんですけど、なんかここに映ってる人ね、今ニューヨークにいるんで、なんかもう最悪ですよね。ここで人笑い取ろうと思ったのにも何が何やらなんですけど、まあっていうのが、そう、要望って言ってるのにどう考えてもこれ多分マサカリやってみたいな、そう、言葉尻だけなんか丁寧にしたメールが来たりなんだりで、まあありがたいことに、まあ、そういうのもいっぱいいただいたりでなんですけど、まあ、当時の僕、まあ、そんでコピープログラマーで自分の書いてるコードが一体何をやってるのかすら分かっていない、まあ正直いろいろつらい、いろいろつらかったなんですけど、いやこれがまた本当に信じられないペースでダウンロードが伸びちゃって、あの皆さん勝ち人 .net さんとかってご存知とかになぜか載っちゃったんですよ、まあ、そっから急に、その当時カスタム投稿タイプってものが出始まった頃、出てちょうど1年ぐらいですかの頃で、そのパーマリンクをうんぬんかんぬんするっていうのが、まあ、今でも本体にはそういう機能がなくて、でもみんなそれを欲しがったりとかしてたらしいので、たまたまその時にこんなド直球の名前で作っちゃったもんだから、無駄にバズり、無駄にいろいろ、もうそんな状況だから、まあ、次々いっぱいバグレポートが来るんですよ。まあ今本当に辛かった、今思えば本当に地獄の始まりと書きましたが、まあ、例えばこれ本当に一例なんですけど、あのワードプレスってコメントにページングがあるのご存知？これ知ってる人？やっぱそんなもんですよね。記事のさらにコメントページ2、3とかで動けたりとか、そういうのがまず動いてないとか、あとテンパイルの URL がその記事の URL のからそのアタッチメントとあのテンファイルの ID とか、割とそういう、いや普通にもともとこれって僕が制作、まあ、あなんでしょう、ウェブの制作でちょっと使った機能をちょっとまとめてプラグにしたものだったので、正直クラウドワークでコメントなんか使わないし、テンファイルとかもユーラックどうでもいいじゃんぐらいに思ってたもんで、だからこういう話がいっぱい来たり、まあ、あとカスタムタクソノミー使えるようにしてとか、最初なかったんですよね、この機能。なんかあんまり要望があるもんだから、まあ、これも入れたんですけど、まあ、これやったから、あんなに辛い思いする羽目になったんだな、みたいな話が。まあ、あとはその他、カテゴリーだと、あとはそうですね、著者、なんでしょう、テンプレタグで、そのいわゆるユーザー名とか URL 含めたりとかできるんですけど、本体は。まあ、そういうものとか、まあ、いろいろあったんですよね。で、まあ、いざ、じゃあやってみて、バグを直しました。もうこんな気分ですよ。えい、どやどやどや、これ次のリリースでーと思ったら、まず別のとこが動いてない。まあ、若干もうこんなんですよ。それが、しかもリリースごとに発覚したり平気でするんで、でおまけにバグを直すと、バグが、あれ、1個直したらなんか3個に増えてるとか、割と日常茶飯事。まあ、なって、機能、カテゴリーの機能なんか追加せえと言われて、頑張って追加しました。やっぱりバグってます。いや、本当に辛かった。本当に辛かったんですけど、まあ、そんな私、昔の開発手法っていうか、その結構1年半ぐらいまでっていう、結構最近、まあ、そんなやつがもう本当に CI とか何どの辛さで語るんだみたいな話なんですけど、まあ、まあね、まあ、それでも一応ここ1年半ぐらいちゃんとやってるんで、まあまあまあ、だから、まあ、入門レベルにはちょうどいい話ができるんじゃないかなと思って話しますが、まあ、そんな昔のね、私、こんな感じで開発してました。とりあえずコードを書きます。でその後あのパーマリンクのプラグインなんで、あの管理画面のパーマリンク の設定のパーマリンクのページのところでパーマリンクの更新ってボタンを押すんですね。そうするとあのパーマリンクがワードプレスの中で再生成されるのでやるんですが、でその後当然そこから生成されるのそのアーカイブだったり、そのさっきも言ったコメント、テンファイル、あとはその親子ページがあったりとか、まあ、っていうのが、まあ、それがそのカスタム統合タイプとかたくさんの設定時の値で変わるもんだから、大体、まあ、一度に、まあ、本当にテストしなきゃいけないケースって言ったら、まあ、たかだか1回の変更でも50ページとか60ページのやつを延々とブラウザを叩き続けるっていう、まあ、でしかも開発環境ってそんなにちゃんとサーバー使わないもんだから、それがオーロードが遅いからもう結局もう何が起こったかというと、開発時間7割が
ほぼブラウザのテストに消えたりという、いや実際これが1日作業でも実は終わらなかったりで、せっかくコード書いたのにもう休みの日はずっと延々とブラウザでたまに更新、えい、あ動いてないみたいなのを延々やりたずらやり続けるっていう、まあそんな状況で、で実際僕もその情報では、まあ、そのプラグイン開発そのものをメインディッシュにしてるわけがないので、実際ね、ま、とそんなにまともな時間取れて開発やってるわけじゃないんですよ。実結構夜やったりとかで、まあ、夜やるもんだから酒飲みながら昼飲みながらやるもんだから、なんか中途半端なところでやって寝たりで、でそういう時に限って忙しいなーっつってしばらく放置して1週間後に見ると、なぜ何か進捗もわからないし、なぜこのコードが追加されてるかもわからないし、おまけに動かなくなってるしみたいな。で実際でさっきも言いましたけど、そのブラウザテストなんか70ページ1行変更するためにやりたくないでしょ。70ページ1行変更するのにして、それを確認するのに1日作業なんか、そんなアホらしいことやってられるかって話で、まあやんなくなるわけですよね。でやっていくと、よしリリースしよう、なんか壊れてる、やばい、なんか壊れてるけどなぜ壊れたのかわからないし、それを書いた頃の自分って多分1ヶ月前の酔っ払いの自分だったりするから、もう何もう何が何やらで、で結局必死こいてコード書いた記憶っていう辛く頑張った記憶があるんだけど、ああさようならごめんねっつって前のビジョンに戻して、とりあえずやりましょうみたいな、まあそんなこんなでやってるもんだから、リリース後にねバグフィックスがいっぱい出るというか、とりあえずえいってあげちゃうんですよね、ワックスの公式に。で当然アップデートを皆さんしていただくわけじゃないですか、まあ、そこでいろいろメールがその日の夜中に飛んできたりとか、お前動かなくなってんぞお前これどういうことやみたいなのが、でさすがに既存のサイトぶっ壊すのは結構シャレにならないの、特にバーマリンクってそのこれ壊れてから404になっちゃうわけじゃないですか、とか結構割とクリティカルな部分だったりする場合も多いので、結構そういう部分はそう責任を感じつつやってるんですけど、まあ、だったらね、そのもうちょっとチェンジの力上げろって話なんですけど、まあいろいろありまして、まあ、本当にだから徹夜でリリースして怒られ徹夜で直して、そのまま会社行ってまた徹夜で会社でも使ってるから直して、結局みたいなのがしょっちゅうで、だから昔からこのプラグイン多分使っていただいてる方って結構リリースがあってあった瞬間に毎日のようにアップデートが来たりとか、多分経験もしかしてあるかなと思うんですが、いやまあ本当にね、実際もう今さっきから辛い話って言ってるんで本当にやってらんない、うん、本当に、いや、やめようと思ったことは割と一度や二度じゃなくて、割と月に行ってなんでこのプラグイン作ってるんだろうって割と辛いなって、なんか別にハーマリンクなんか動いて当たり前だと思ってるしみたいな、あまりワードプレスのドキュメントもハーマリンク周りであんまり整備されてないもんだから、いやもう本当に泣きそうになりながら、まあでも使っていただいてるし、そういうのでやってるからこういう場にでもなんか構っていただけてるってもんで頑張るかって、割とまあ自分の心が折れそうなのか必死にこらえながらやってたんですが、まあでも実際そのブラウザのテストなんか辛いし、もうやってらんない、なんとかならんかなーっていう、でどうしようって話で、ようやく今日の議題、そのいわゆるその継続的インテグレーションって話です。まあなんか早速専門用語出てきましたけど、まあざっくり言うと、そのCI っていう技術があるわけでも何でもなくて、その、まあ、アプリケーションとかソフトとか、まあ、プラグインもそうですけどとかを作ってる時にそれを、まあ、いいものにしていくとか、そのバグを、まあ、品質改善、まあまあ、僕なんか品質改善に近いですけど、まあ、バグを出さないだの、まあ、そういうこと、昔の機能を壊さないとか、そういうことをやるための、まあ、習慣ですね、いろんな方法があります。ちなみにこの単語って聞いたことある人どんだけいます？意外に半分ぐらい。逆にじゃあ、残りの半分の人って何聞きに来たの？うん、まあいいや、うん、まあそんな感じのことを継続的にインテグレーションを言うらしい。で、具体的にどういうことかっていうと、これ一例です。まあ、まあ、プログラムでその、まあ、テストコードを書いて、それをコマンドで実行できるようにしたりとか、その、まあ、GitHub とかでやってますけど、にコミットしたときに、なんかサーバー上で勝手にテストが回ってくれるとか、まあ、あとそうですね、僕、全然、今日話す話と関係ないんですけど、昨日だか一昨日だか、
ちょっと自分のブログのテーマなんか GitHub でやってるんですけど、それ見てて武術のだるいからちょっと更新、ちょっとそれ GitHub で直したら GitHub でテストが回って、それ通ったら JS とか SAS とかそこら辺全部ビルドして自動的に自分のブログに反映させるみたいなことをやりましたけど、こういうのもあのいわゆる継続的インテグレーションの取り組みの一つかなと。で実際に今回僕がプラグイン開発でやってることっていうのは、まあざっくり、まずとりあえずブラウザでテストするのつらすぎたんで、まあやめました、なんとかできないかっつって、まあ、プログラムでテストをすると。であとテスト駆動開発をやってます。そのテスト、いわゆるテストコードを先に書いてそこからプログラム書きましょうっていう、そういうことをやってます。まあ、あとは TravisCI っていうサービスを使って、その、まあ、GitHub でコミットしたら自動的にさあのテストしてくれるよみたいな、そんなことをやって、ようやくこれでプラグインの地獄、プラグインとかあのブラウザテストの地獄から本当に抜けたっていう。皆さん多分あん結構バダンフとかでいろいろブラウザでデバッグとか したりすると思いますけど、やっぱりあれ結構いった、いや僕もよくやりますけど、やっぱりどうしてもその昔の機能とかが壊れてないかとかってチェックとかって辛かったりするので、まあまあみんなやってみればいいんじゃないかなとは思ってるんですが、ちなみにテストコードとかって書いたことある人ってどんだけいるんですかって。ああでもあ意外にいるんですね。ちなみにワードプレスでテストコードとか書いてるよみたいな人ってあいない。よかったよかった、まあ、あなたはそうだよね、そうだよね、プラグイン作ってるもんねまあまあまあ、実際にワードプレスのプラグインでテストコードどうやって書くの、テストしろとか散々言ってますけど、全部どうやって書くのかっていう、そこら辺の話を結構メインに今日は話していこうかなと思っております。ワードプレスの、ワードプレスでのっていうか、ワードプレスのプラグイン開発におけるテストコードの書き方ですけど、まあ結構入門編なんで割と実際にうん、結構ふわっとした話というか、まあ早速なんですが、まあ実例、僕カスタム投稿タイプのパーマリングの作者なので、実際にこういうことやってるよっていう。まあカスタム投稿タイプの記事ページに、あの個別のエントリーに アクセスできてるかのテスト、一体どうやってるかっていう。とりあえずブラウザでやってたってこういうことです。とりあえずカスタム投稿タイプのプラグイン、当然カスタム投稿タイプで作って、まあ、当然パーマリングの設定をするんですけど、でその後当然記事データないとダメなんで記事データ作るじゃないですか。であとはブラウザ叩いて確認っていうのが、まあ、普通考えられるフローですよね、パーマリンクとかって。まあ、これをテストコードにするとこうなります。なんかいきなりわけのわからんのがいっぱい出てきたと思うんですが、まあ細かい開発しますはまたこのコードまた後々出てくるんであれですけど、まあ、最初の1行目あのクラスなんとかサンプルテストとかそこら辺はまあ飛ばしてもらって、3行目のレジスタータイプでとりあえずカスタム投稿タイプ作りました。でその下のアーグスとか書いて、まあ、コメント挟んで、その後に記事データ作ります。でその後になんかゲットパーマリンクとか書いてありますけど、ここでワードプレスを実際その URL にアクセスさせます。で最後にその記事が例えば is シングル、個別ページは当然 is シングルである必要がありますよねとか確認したり、その記事 ID が一致してるかみたいなのを確認するっていう、割と実はさっきブラウザでやってたこととあんまり変わらない、それを全コードに起こすとこうなるよっていう。だからテストっていうと割と僕はとっつきにくいイメージが特にあったのであれなんですけど、実際その自分がブラウザでテストしてる、ブラウザでテストしたりとか目で目視で確認してることをいかにコードに単純に置き換えるかってだけの話なので、実は書いてみるとそんなに難しくないんですよ。だから騙されたと思って本当にみんなやってみればいいなと思いますっていうか、僕は実際にあのさっきオープンデータの話をしてた宮内さんにやえってとりあえず強く言われて、なんかやらないで殺すぐらいの勢いであの人喋るじゃないですかなんでそれでもう いやいやというか騙されたと思ってとりあえずやってみたら、案外楽じゃんこれって、なんかとりあえずやってみようって。で実際にこれやると確認だけど本当に1日って書きましたけど1日超えてます余裕で。本当に土日せっかく休みでどっか行こうかなと思ってたのに、なんで俺はブラウザいちいち確認してなきゃいけないんだっていう、まあ、そういう辛いことが実際に30秒で終わる。
あの辛い悪夢のブラウザ確認が30秒、これは僕の開発フローが大幅に変わる。まあ、まあ、そんなわけでちょっとやってみたくなってきたかな。まあ、まあ、そうじゃない人も一応来たとちょ今だけ思ってください。でちょっとやって、まあでも実際にじゃあそれってどうやって書くのかよっていうのは、はい。まあその1、まあ、早速なんか横文字出てきましたけど、まあ、PHP ニットとワードプレ、まあ、WP ニットテストケースを使う。で PHP ニットって何かっていうと、まあ、まあここに皆さん多分ご存知で聞いたことぐらいはあるんじゃないかなと思うんですが、そのいわゆるワードプレスでそのテスト、うん、自動テストとかをやるためのフレームワークで、超ド定番、もう大体のシェア的には多分7割8割ぐらいが PHP のプロジェクトだったらこれが使われてるんじゃないかなと思うんですが、でもあの結構日本語ドキュメントが充実してるので大体それ読めば分かりますが、実際僕もあんまりちゃんと理解してるかっていうのも難しく、うん、実際難しいんですよ。僕が理解してるのは基本的にこの2つ、アザーションっていわゆるそのテストだから当然答え合わせが必要で、それをやるためのメソッド、まあいろいろ種類がありまして、例えば今例に出したアサートイコールっていうのは渡された引数が両方一致してれば OK、 別だったら NG よみたいな。まあ他にもいろいろ種類があって、渡されたやつが true だったらみたいなやつとか、そういうのがうんいっぱいあります。それが渡されたやつが文字列だったらとか、まあ、これってこれなんかドキュメント見れば大体わかるので、それ見ていけばとりあえずもうこれ覚えておけば PHP ニットでテストとりあえず9割方書けます。あとはそのアノテーションって言ってコードにコメントが書けるんですけど、まあ、それ書くと実際にテストやるときにそのテストコードが膨大になってくると、いや全部いきなり回したくないよみたいな、この部分だけテストしたいんだよみたいなことができたりとか、そのテストの環境を分離して別のプロセスでやるとか、そういうことができたりとか、いろいろまあ、追加機能がいろいろあったりしますよと。で実際この中でも言ったように、この2つ分かれば本当になんとかなります。じゃあ具体的にテストってどうやって書くんじゃいっていう話で、すごい簡単な例で、今見えますこのファンクション add っていう、単純に渡された数字を足すだけですっていう超簡単というか、何のために存在してるんだみたいなぐらい割とシンプルな関数なんですけど、これのテストをどうやってやるかっていうのが今下のクラスサンプルテストうんたらかんたらっていうやつです。単純にいやそれは 1+2、 それこれがちゃんと使用通り正しく動いてることを確認するのはどうしたらいいか、実際に数字足してみればいいですよね。 1+2 が例えば 1+2 を実行するんだったら後に1と2を入れて、それが3だったらこの関数は OK ってことですよね。逆に4とか5とか8とかマイナス1とか出たらこれって NG だよねっていうのが割とテストの実は一番本質というかだと僕は理解してるんですが、だこれすごくやるんだったらこの下ぐらいにまたテストアド 4+8 とかやって、それがアサートイコール12とかとやれば、テストになる、うん、プログラムテストになるなっていう。でこういうことやっておくと、まあ、今もう Add とか超簡単なあれなんであれですけど、例えばそうですね、これがそのいわゆるべき乗とかを計算するとかそういう話になってくると結構中の実装が変わってきたりするんですよね。足し算なんかこれしかないですけど、で時でもそのテストが通ってればこの関数は使用通り動いてるよねってこのチェックになるっていうのが割ととても重要。これやっておくとあのコード壊してもコードが自分のやった変更でコードが壊れたとかが簡単に感知できるので、まあ、なかなかおすすめです。 でさっきも言いましたけど、あでさっきもさっき最初のタイトルで出てきた、じゃあ WP ニットテストケースっていうのが何なのかっていう話なんですけど、これがそのワードプレスのコアの開発でもテストが当然書かれていて、それで使われているフレームワークは、うん、まあ、単純に言うとそのさっき紹介したの PHP ニットにワードプレス専用の機能をガンガン足したやつ。例えばどんなことできるかっていうと、そのさっきもテストに書きましたけど、そのこの URL を渡すとそのワードプレスをその URL にアクセスした状態にしてくれたりとか、あと記事データとかユーザーとかを100個とか1000個とか1行で生成できたりとか、おまけにそのそこになんかダミータイトルとかをダミーで勝手に設定してくれたりとか、そういうのがめちゃめちゃいろいろできます。
そうやったことないんですけど、マルサイトのブログとかも作れるらしいんで、なんか超便利らしい。だし、まあ、僕なんか記事作ったりカテゴリー作ったりユーザー作ったりぐらいしかやらないんですけど、これが本当に実際ダミーデータ作るのってめちゃめちゃめんどくさいんで、それが1秒で終わるっていうのがとても便利だなと思ってます。で、っていうときにさっきのテストコードを見ると、さっきも出てきました、そのいわゆるサンプルテスト、エクステンド、タウピニットテストケースっていうのが、そのページフィニットを継承したそのクラス、パートプレスのクラスですね。で、例えばそのさっきの Go to、その this go to とか、とかその上のなんか ID イコール this factory post create、arg っていうのが、そのさっきの言った記事の生成だったりとか、のがいろいろできます。ここにそれポスト、ポストタイプはポゲとかしか入れてないですけど、ポストタイトルとか設定すればその記事が生成されますし、まあ、あとここに出してない、もう例を入れるとキリがないんであれですけど、ファクトリーポスト、クリエイトメニューとかでやると記事データが、まあ、クリエイトメニュー100とかやると100件記事データ作れますとか、そういうのが簡単にできます。で、あとこのアサートクリックルっていうのも、そのワードプレス独特の、その記事データが、その、条件分岐タグあるじゃないですか、イズホームとかイズフロントページとか、そういうのが通ってるかどうかをチェックするっていう。で、もう一つ、まあ、あともう一つありがちな例としてはショートコードのテスト、まあ、実際これ関西でやったのと全く同じなんですけど、関西で例えばこんな超簡単なそのショートコード、ランゲージグリーティングっつってランゲージに値を入れるとこんにちはって出したりとか、イングリッシュだったらハローって出すよみたいな、まあ、実際に細かいのはスライドシェア、北島さんが作ったスライドを見てくれればと思うんですが、まあこんな感じ、まあ、実際にショートコードを実行渡して実行して、まあランゲージジャパニーズだったらこんにちはが出てると、その返ってきたやつが等しいかどうか、イングリッシュならそれが等しいかどうかっていう、意外に簡単そうじゃない、そうでもない、あと5分で絶対終わらない気がするので頑張ります。まあでも、まあ、正直ね、さっきから PHP にとかどうのこうのとか言いなり出て、設定とかよくわかんないなっていう話で、まあ、とりあえず WPCLI 使えよう。これ使うと何が便利かというと、WPCLI でプラグインひな型を作ると、その WP、まあ当然コマンド打たなきゃいけないんですが、これで適当に作ると、テストの、あのプラグインひな型が作れるんですが、そこにあのテストコードとかが全部入ってるんですよね、最初から。だから基本的には これ作ったら、あとはテストサンプルっていうのをコッペして名前変えてちょこちょこいじっていけば、もうほぼテストがいきなり走る状態でいきなり作ってくれる、まあ、テストに必要なのを準備する、もう、まあ、あとプラグネでさっきも言ったそれ書いて、あとはディレクトリ動いて PHP にとってコマンドを打てばテストがいきなり走ります。もしデモとか見たければ、今日どうせ今週までパソコン持っているんで、なんか適当に声かけてください。で、既存のプラグインとかもこんな感じ。既存、もしプラグインが存在してるやつで、テストを追加したいなと思ったら、WP スキャフォード、プラグインテストとかやると、そのいわゆるテストの部分だけが生成されたりします。まあでもね、WPCLI とか作るの面倒、リソースの面倒だし、特に Windows の人とかにインストールの方教えてくださいって言ってもよく知らん。なんで、VCCW 使いましょう。VCCW っていう、まあ、そのベイグラントとかバーチャルボックスでそのワードプレスの開発環境をサーバーごと丸と立てる、超簡単に立てれるみたいなのがあるんで、それ使うと WPCLI とか PHP ユニットも最初から全部入った状態というか、もうプラグイン開発に必要なものとかが全部丸っと入った状態で用意されるので、基本的にそれダウンロードしてそこにログインしてコマンド叩けば、もう全てが動くような状態になってます。でとりあえずざっくりなテストの書き方です。うわ、終わるかなこれ、あと20枚ぐらいあるんだけどな、無線のおっしゃったらごめんなさいね。で、はい、じゃあちょっと、ま、巻き目に喋りますが、まあその2、まあちょっと慣れてきたテスト書くの慣れてきたら本体のテスト読んでみようや。なんでかっつうと、単純にいや、なんかグタ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 並べるより実際に僕ものどうやってテスト書いてんのかって見た方が早い。だし僕なんかパーマリンクとかのやつやってますけど、実際あの 僕のプラグインのテストコードって半分ぐらい本体のコッペだったりします。でも実際それ書いていくとどんどん理解が深まってくるの、他のテストとかもあこうやって書けばいいんだみたいなのが見えてくるので、
意外にそんなに難しいことやってなかったりするので、その自分がよく使うもののテストとかをちょいちょい見ていくようにしておくと、その自分のプラグインとかそういうテーマとかに活かせるんじゃなかろうかと思っております。まあね、でやったら何となく分かってくるからいろいろ書いてみようぜと、はい、でその2、まあ、テスト開発してみようやと。まあ、そもそもテストって何のためにやるのかっつうと、まあ、プログラムが正しい動作をしているかっていうのを保証するためのものだしっていう。だからこれがちゃんと機能してれば、いわゆるプログラム生きた仕様書になるんですよね。当然テストも仕様が変わった場合にテストも変わらなければ当然そのプログラムって動かないので、まあ逆に言えばだからそういうふうにやっておくと、そのドキュメントとか、まあ、作んなきゃいけないですけど、それでもあのメンテされないドキュメントよりは大概いいものになるし、僕なんかオープンソースとかやってて思うのは、その結構英語のプロジェクトとかでわけわかんないこと書いてるぞこれみたいなやつも、結構テストコードが読めればなんとなく仕様分かってたり分かってきたりとかっていうのもあるので、これものすごいこれは有用かなと思うんですが、で個人的にテストってのは簡単に言うとこういう理解を僕はしてます。まあ、いわゆる仕様っていうのが、まあ、与えられた課題であり、実装がそれに対する回答で、テストっていうのが答え合わせ、まあ、なんですよね。まあ、答えに合わせ問題文決めるってわけわかんないですよね、当然。まあ、なのでちゃんとテストで、だから最初からテスト問題文作ったらそれに対する回答を作って、それに対して実装やっていきましょうっていうのがもうテスト駆動開発 でこれがメリット。まあコードが変わっても、まあ、とりあえずテストが通れば、そのテストで書いてるぐらいはとりあえず機能は大丈夫だって保証になるから、すごいホッとします、やってて。まあ実際あとテストを後付けするとどうしてもそのバグってるかどうかよく分かんないけど、それに実装に合わせたテストを書いちゃったりして、結局あんまり意味がなかったりすることが多いんですよね。まあ当然、まあ、それでも書かないほうがいいんですけど、まああと僕なんか最近テスト駆動でプラグインとか作ってますけど、そのノリでなんとなくコード作るよりテスト最初にやってほうが作りたいものがどんどん見えてくるので、そういうメリットがすごい強いかなっていうの。まああと一番最後に書きましたよ、仕様書書いて管理するぐらいテストコード書くのが絶対楽しいというか、それが楽しくてコード書いてるので書いてる人も多分実際ドキュメント管理とかしたくないじゃん。まあ、でここまで言っといて最後に、まあ、じゃあテストを自動化しようよという話、まあ、ここまで散々テストやれやれ散々言ってきたけど、前で前でやるのだるい。いや7時間とか8時間とか2日かかってたもの30秒になったけど、それでも一応変更するためになんか実行するのがだるいので、まあそれだるい、かったるいってかったるいものって結局大抵やりわせたりするんですよね。やっぱ特に、まあ、仕事でも大抵そうですけど、なんでなんとか自動化しようよと、まあ、GitHub で修正してんだから、その GitHub に対応したようなそういうのがあればいいなっていうところで TravisCI 使いましょうと。別に、まあ、ざっくり言うと、その GitHub のコミットとかを見て、そのテストを勝手に実行してくれたりとか、まあ、テスト以外のコマンド実行とかできたりとか、いろいろできるサービス、まあ、他にもいくつかリリースサービスがあるんですけど、まあでも一番これがまあ有名だし手っ取り早いかなっていうところですね。なんでしかもこれあのプライベートレポジトリだとお金かかるんですけど、オープンソースだとタダなので、なんでワードプレスとかのプラグイン作ってる人はもうぜひですね、あの GitHub にもレポジトリ作ってやってみるとすごい便利かなと。まああとだから実際に僕はこれを使ってあのテストじゃなくてあのテーマの JS とかの自動ビルドとかやってたりとか、そういうこともできます。あとはすごい人だとなんかあれ GitHub ページに勝手にコミットしてプラグのウェブページ作ろうとか、そういうことやってたりとかで、あえていろんなサービスあるけど、なぜ TravisCI をやるのかっていうと、単純にその WPCI で作るとなんか設定配置がついてくる、逆に言うとそんなになんですけど、であと、まあ、あとこれが一番のメリットで、この CI サービスを使うと複数の環境でテストが、結局自分の開発環境もは1個ですけど、具体的に僕のプラグインとかでやってるのは、まあ、古いワードプレスの 3.8 か 3.7 から最新版までのバージョン全部をマルチサイト版、そうじゃない版をさらにあの PHP の 5.3、5.4、5.5、5.6 っていうちょっとアホみたいな数の環境で同時にテストができる。それだけで結構あの特に 5.3 とかって文法変わったりするんで、そういうチェックもできたりとかっていうのが、
まあ、割とそれ、まあ、いろんな環境があるんであれですけど、それでも大体 2,3 分待てばテストの結果が返ってくるので、そういう意味ではものすごい重宝してます。まあ、あと最近ヒップホップバーチャルマシンとかも選択できるので、まあ、PHP 若干のその昔良かったものでダメになったりとかそういうのもしてるので、とても便利だなと。なので、まあ、サークル CI とかそこら辺もあるので、まあ、後発のサービスですけど、まあ、そっちもそっちで似たようなことができるので、別にトラビスに限った話じゃないんですが、わけわかんないととりあえずトラビス使っとけばっていうのが思ってます。で、最後まとめ、あ、ようやくここまで来た。もう知ってるかな、大丈夫かな、まあいいや。で、とりあえずバトルのテストは、まあ、PHP Intとコアのテストを使っときゃいいよ。で、ダイレクト CI で、ひな型作れば大体 OK。で、環境構築面倒だよねって話、じゃあ VCC レベル使っとけばいいよ、とりあえず。で、とりあえずじゃあ、慣れてきたらテスト駆動しろ。で、Travis 使うとすげえはかどるよっていう話。まあ、とりあえず、まあ、少しずつでもいいから、本当に1秒でも何でもいいんですよ。とりあえず書くっていうのが大事。っていうか本当に使用書なんで、ドキュメントがないより1行でもいいからあった方がいいじゃないですか。拙くてもテストがないより100倍マシ、これだけは本当に。あるとそのうち書きますけど、多分増える可能性もありますけど、絶対テスト書く気がないやつ絶対書かないんで、で結局やっぱコードの信頼も増しますしね。まあそんな感じで、まあ、より良いプラグインのデベロップとかできたらいいんじゃないかなっていう話です。はい、参考資料とか、まあ、関西の時のスライドとかも上がってるので、まあ、他にもいろいろ見てください。はい、じゃあ、セッションこんな感じで終わります。ご清聴ありがとうございました。